こんにちは、画家でジャーナリストの増山瑠奈です。原発ゼロへの道、随分サボってしまいました。すいませんでした。さまざま締め切りなどに追われて、発信できませんでした。でもう気づいたらあと2日で原発ゼロということで大変です。明日は9月14日土曜日夕方6時半から元町のまちづくり会館で、原発ゼロについて語り合おうというイベントを市民社会フォーラムさんの企画で、企画をしています。ぜひ参加してください。参加費500円で、私の講演40分の講演をした後に、会場でいろんな意見を聞きながら語り合う感じにしたいなと思っています。最新の福島の状況ですとか汚染水の対策を、行っている作業員の方へのインタビューですとか、いろいろお伝えしたいと思います。で、あさって当日、原発ゼロの当日は9月15日日曜日、PM2 時15分から中之島の土佐堀の橋の前の、ライフの前で待ち合わせをして、そこから原発ゼロ茶会ということで手作りのケーキやゼリーとお茶を持っていきますので、腕を振るって美味しいものを作りますので、それを食べながら交流する会を持ちたいなと思います。どうやって原発ゼロを実現できればいいのかということを、話す機会にしたいと思います。でこの間実は細々とですが頑張っていろんなものを書いていたら出版ラッシュがやってまいりました。でこれは私が3年間かけて書いた絵本なんですけど、この間表紙の絵を描いているところを「原発ゼロへの道」でも放送しましたが、原爆と原発の被害をつなげて、書いた絵本、これ色香なんですが入稿されまして、無事出版されることになりました。ありがとうございます。結構時間もかかってですね、インタビューをしに沖縄に行ったり福島に行ったり避難ママのお話を聞いたりして、時間をかけて作りました。広島や長崎で起こった被害を、現代に伝えながら、それを福島を防げなかったということで、今こそその被害に目を向けてどうやって、未来を作っていくかということを考える絵本になっていると思います。裸足の弦が閲覧ができなくなったり、それが撤回されたりということがありましたけれども、今生きているクリエイターたちが今から起こっていくこと、そしてどうやって守っていくかということをリアルタイムで発信していきたいなと思います。それはオリバー・ストーン監督が言っていた、もう一つのアメリカ史ならぬもう一つの日本史というか本当の日本史っていうことを、作っていくことになるんじゃないかなと思ってます。で、できたらぜひ子どもたちに読んでほしいなと思って、書きました。子ども向けにっていうことは大人にとっても読めると思うんですけれども、ぜひ子どもたちにこの原発と原爆のことを伝えたいなと、でもどうやって伝えていいのかなって悩んでいるお母さんお父さんや学校の先生にも手に取ってもらいたいなと思います。この原画展をですね、大阪の高校の、元千代田高校で、学園祭で9月27、28日に展覧会も、予定をしています。実際に書店に並ぶのは10月の初めぐらいになりそうなんですけど、私もぜひ、予約を受け付けてバンバン売ろうと思っていますのでご注文をください。ぶっちゃけこれはですね、印税は初版はないので無理やりお願いして作ったという感じなので、著者買い取りで全国に、何千部か売りに行くぞと思っておりますので、ぜひ講演会と一緒に絵本も読みたいよとか絵の展覧会をしたいよというオファーがある方はぜひ声をかけてください。そして図書館に置いてもらうとか Amazon でレビューを書いてもらうとか、いろんな形で伝えてもらえたらいいと思います。でこれは実際に江戸川区の滝野公園っていうところにある、原爆の追悼碑をモチーフにして書かれた絵本です。丸木イリさんとトシさんという画家さんが描いた絵を200人の被爆者の方たちが自分たちで缶などを持って、手で彫った手作りのあったかい追悼碑なんですけれども、ぜひ、手に取っていただけると嬉しいです。そしてまだあります。紙の爆弾はいつもの通り連載をさせていただいているんですけれども、今回は原発ゼロに合わせてということで、大物の皆さんにインタビューさせていただきました。こちらです。大井原発9月停止で再び原発ゼロへ。これはもう原発ゼロ必読の一冊となっております。オリバー・ストーン、ピーター・カズニク教授の日本についてのコメント、再稼働なんてとんでもないよということをですね、廃炉を可能にするための提案ということで、福井の中島哲園ご住職からの廃炉費用のことについての提言をいただいたり、広瀬隆さんにこの間7月に、30キロ圏内に行かれた時の衝撃的な、数値の話ですとか、子どもたちの健康リスクを守れということを、お話しいただいてます。で、広川隆一さんは1500人もの子どもたちに今まで無料で甲状腺のエコー検査を行ってきたんですけれども、そのエコー検査の状況とこれからどうやって健康を守っていけばいいのかというアドバイスを、チェルノブイリをずっとご覧になった立場からご意見をいただいています。そして、原告の一人として東京電力や、国を訴えて、政府が子ども被災者支援法を放置しているのは違法だということで裁判を始めた宍戸貴子さんのコメントもいただいています。そして時の人山本太郎さんのコメントもいただいて、被災者支援法の基準を具体的な数字の話にして、3ミリでも5ミリでもとにかく支援を始めるべきだというコメントをいただいています。というわけで、ぜひこれ Amazon とか書店に注文して買ってくださいね。まだあります。しつこいです。じゃーん。原発依存国家という本を、扶桑社さんから、出した本、一部私も執筆をさせていただいています。被爆労働者の方々へのインタビューのページ参加させていただいたんですけれども、図録というか写真も多くてですね、今2年半経った今、原発をどう捉えればいいのかということをいろんな角度で、考える本になってます。この海外への、原発セールスに世界が反対っていうのも結構読み応えがあって面白かったです。12月はインドに行く予定で、インドの原発の状況もレポートできたらいいなと思ってます。こんな私をぜひ応援してください。よろしく。